こんばんは、日常演舞です。今日はチラカルビーのポテトチップス変わり種5種を食べたいと思います。以前ね、スプラトゥーン3とカルビーがコラボでフェスを開催した際に原価付きでポテチ食べるっていう動画を出したんですけど、その時に動画についたコメントで、こちらのブロビチーズ味美味しいですよというすすめをいただいたので、今日食べていくことにします。ただフォポービチーズ味だけだとちょっと寂しいかなと思ったので、他にもフレンチサラダ、幸せバター、そしてなんか定番の新しいやつ、変化版みたいな感じのやつも食べていきたいと思います。そのスプラ動画以来なんですよね、ポテチ食べるの。なので感じにして、おすすめのフォポービチーズは一番最後に取っておくとして、まずはやっぱりサラダ大事だよね。まあ野菜は取れないと思いますけど、フレンチサラダ味から食べていきたいと思います。どんな味なのかな。中身はこのようになっています。まあ中身は変わらないです。ではいただきます。パリパリという心地よい音と、春の後にじゅわっと広がってくる風味がいいですね。バリバリという音も時折聞こえてきます。だけども一番いいのはやっぱりじゅわっと甘いと思ったんですけど、今回はコクがある旨味も捨てがたいですね。なんて言ったらいいんだろう、これ美味しいだけじゃない、どこか味わいに深みがあるような、こんな気がします。おっと、いろんな味と合わさってほしいな。はちみつだけど、じゃがいもとやっぱり相性がいいのはあーですね。何が相性がいいのかはこの後すぐ。ごちそうさまでした。最初に食べたポテトチップスフレンチサラダは、パッケージに書いてあるビネガーの爽やかな酸味とあるように、確かに酸味でさっぱりしていて、あこかシュワーッと口の中に広がる心地よさがあるのですが、一方で酸味は結構好みが分かれるかなと思いました。近い味で言うとサワーブリングルズのサワークリームなんですけど、あの味をもう少し酸っぱさに寄せたような感じです。なので酸味が好きという場合は美味しく食べられますが、ちょっとなぁという場合は避けた方がいいと思う。次に食べた厚切りポテトチップスギザギザ奥深いインコンソメ、通常版よりも厚めで食べ応えがあるので、その分コンソメの旨味というかコクというか、そういった味も噛んだ瞬間にブワッと広がってきて、よりパンチが強くなっている気がしましたね。同じく食べ応えのある味わい塩味は、なんかスプラでチームが勝利した記念というわけではないと思いますが、パッケージの色が通常のポテトチップスである橙色とは違い、青色になっていますね。こちらは塩の味がより強く感じられて、どちらのギザギザポテトチップスはどちらも食べ応えと強い味を求める場合におすすめです。通常版ではなんか物足りないなぁという方にはいいと思いますね。反対にあっさりしてるのが好きという場合は通常版がいいと思います。こちらのポテトチップス幸せバッテになる甘じょっぱさという書かれている通り、蜂蜜のほんのりした甘さとバターのコクのあるしょっぱさが口の中でブワーッと広がってきて、どちらもまろやかに広がってくるので本当に美味しかった。ピザに蜂蜜かけるとかいうの、まあ、自分はあまりまだやったことないんですけど、それに近い味なのかなと思いました。で、コメントでおすすめされたというケービチーズ。こちらも蜂蜜が入っているんですが、チーズはバターよりもと比べて香りよりも旨味に重点が置かれています。なので口の中に入れた瞬間に甘さも広がるんですけど、それ以上にチーズの旨味が強くブワッと広がってきて、美味しい。チーズがお好きなのであればおすすめです。今回食べた中だと、このエフォービチーズと幸せバターが噛んだ後にじゅわーっと広がってくる甘さ、香りが好みでとても美味しかった味を感じることができたので、本当に満足できました。なので今回はこの2品を代表として5点とさせていただきます。元旦の神経性胃炎悲劇かな。あ、元旦に神経性胃炎なのかなったら本当悲劇ですよね。と言いつつ、自分も2024年の元旦はリアルに体調崩してましたけど、というわけであなたも体に気をつけて毎日を過ごしてくださいね。それでは
今日もご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。また次回の演目でお会いしましょう。演舞